船歌。船歌行こうよ。船歌、船歌。よろしくです。いけるで。では、はい。いきます。お酒はぬるめの考え、魚は炙ったイカでいい、女は無口な人がいい、明かりはぼんやり灯りゃいい、しみじみ飲めばしみじみ、思い出だけが行き過ぎる、さあ涙がぼろぼりとこぼれたら歌い出すのさ船歌を。店には飾りがないがいい、窓から港が見えりゃいい、流行りの歌などなくていい、時々無敵がなればいい、ほろほろ飲めばほろほろと心がすすり泣いている、このあの子を思ったら歌い出すのさ船歌を、ポツポツ飲めばポツポツと未練が胸に舞い戻る、酔ってて寂しくなった歌い出すのさ船歌を、あ、まあこのいや、オッケー、ペニーでもね、はい、これちょっと、でもいいっすよ、昭和の名曲シリーズは あってもいいんじゃないかなと思いますよ、マジで、うん、やっぱり聴いててかっこよかったっすもん、ああそう、うん、すげえ良かったですよ、だから歌謡曲演歌系のもののシリーズをケンニーの歌で聴けるっていうのはいいかもしれないですね、マジか、なんかなかなかこう YouTube でそういうの聞く、まあ、そうやね、聴けることないんで、うんうん、これいいんじゃないですか、島田にちょっとだから演歌言って何曲か言って練習してきて、うん、練習してきてもらって、でケンニーが10曲ぐらい一気に撮るで、それを分けて何本かにっていうのは、はいはいはい、いいんじゃないですか、いい、うん、昭和の名曲シリーズ、名曲シリーズそれいきましょうか、それ良さそうっす、うん、いやまああのメロディーもね、はい、もう染みついてる、そうですよね、うんうん、で聴きたい人も多いはずなんですよ、うん、で歌ってる人が若いアーティストさんとか多いんですけど、うんうん、やっぱりその世代を生きた人の方が一番深みがあるんで、はい、それいいと思います今聞いてて、それやろう、めっちゃ良かった、あ、ほんますごい、いや、素晴らしかったよ、ありがとうございます、むちゃくちゃうまい、ありがとうございます、すごい、だ仕事もだから練習しがいがあるね、そうですね、ちょっと知らない曲が、ね、あったりとかするからね、うん、いいっすね、めちゃくちゃいい、ちょっと感動しましたもん、あ、ほんま声量に感動しましたね、やっぱりそれいいっすよ、まあちょっと声出てへんとかあったけど、いや、まあでも、うん、その腹から出して、うん、その出てないとこカバーしてたんで、うんうんうん、すげえ良かったです、あ、ほんま、聞いてて、ありがとうございます。いやいや、どうもです。こちらのことでも今回本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ。二連チャンコラボでそんなありがとうございます。ありがとうございました。健康一チャンネルに出れるだろう。いやいやいや、そんなもうほんまもう、ズミスタ君ね。いやいや。でもらうことで、これ多分もう1000人いくと思うから。いやいや、で、ずっと、ね、もう知らなかったんですけど、実はその阪神タイガースの募集なんですね。そうやね。ずっと、今更気づきましたけど。ちっちゃい。ちっちゃい阪神タイガース。いやいや、ずっと知らなかったんですけど、阪神の。一応、健康医のね。メインキャラクターですかね、はい、阪神だったんですね、そうです、阪神です、2週にわたって撮ってて初めて聞きました阪神っていうことが、ちっちゃい阪神、そうです、ちっちゃい阪神だったんですね、そうです、すいません、心割れて、ありがとうございました、ありがとうございました。